こんにちは、リーハル級整体の笹原です。今回は膝関節を壊す間違った立ち方についてお伝えの方をしていきます。やっぱ年齢ってくると膝の痛みが悪化しないかなとか、あと膝の変形や関節の変形が悪化しないかなっていう、そういった不安って漠然と抱えてくると思うんですね。なのでそういった症状を悪化させないためにも筋トレしたりとかですね、あとは膝に負担かけないようにダイエットしたりとかですね、まあもちろんそういったのも大事なんですけども、実はいくらそういったことをやってもですね、結局膝に負担をかけるのっていうのは日常生活なんですね。なのでこの日常生活の動作っていうのをそもそも見直さないと、要はそういったことをしてもですね、日常生活の動作で負担をかけるから結局膝に負担をかけてしまうので、膝の痛みの悪化であったりとか、あとは変形の進行っていうのを進めてしまうんですね。そこで今回見直してほしい日常生活の動作の一つが立ち方なんですね。この立ち方が間違った立ち方っていうのをしてしまうと、要は間違った立ち方を毎日こう積み重ねてやってしまうので、結果としてですね、ものすごい悪い膝の状態を作ってしまうんですね。逆にですね、正しい立ち方っていうのができてたら、要は膝にずっと負担をかけないような状態が続くので、要は間違った立ち方をするのに比べて膝にかかる負担っていうのを減らすことができるから、膝の痛みの悪化であったりとか関節の変形の進行っていうのを防ぐことができるんですね。なのでこの動画では膝関節に負担をかけてしまう間違った立ち方というのはどういった立ち方なのかっていうのをまずお伝えしていきます。でそれをお伝えした上で、次は正しい立ち方ですね。どういった正しい立ち方をすることによって膝に負担をかけない状態を作れるかっていうのを具体的にお伝えしていきますので、ぜひですねこの動画最後までご覧になっていただければなと思います。ではまず立ち方で一番大事なポイントっていうのは何なのかというと、どこに体重を乗せるのか、これが本当に重要になってきます。ではそれはどういうことなのかというと、ちょっとこの模型を使って説明していくんですけども、まずですね、間違った立ち方ですね。間違った立ち方っていうのはどこに体重を乗せているのかというと、実はですねこの骨っていうのは内側ですね、内側に太い骨があって、外側に細い骨があるんですね。で正しい体重を乗せるのは実はこの太い骨ですね、太い骨の方に体重を乗せると正しい立ち方になってるんですけども、実はですね間違った立ち方をしている人っていうのはこの外側にある細い骨の方で立ってしまってます。でこの細い骨っていうのは実は小指側にあるんですね。なので立ってる時に体重が小指側にかかりすぎちゃってる方っていうのは、実はこの太い骨じゃなくてこの細い骨側で立ってしまってるんですね。ただこの細い骨側で本来立つようにできてないせいで、実は膝に負担をかけてるケースっていうのが多いんですね。あとですね、膝の痛みとか膝関節に負担をかける人っていうのは、要は先ほど言った小指側だけじゃなくて前後ですね、この前後で見た時に前側ですね、要はつま先側に体重をかけすぎてる方が多いんですね。なので結構膝の痛みとか変形性膝関節症が悪化してる人って、指見た時に指がグッとですね、本来まっすぐやね、グッとこうやって丸めるような指になってしまってたりとか、あとは外反母趾とかですね、要はつま先側に体重が乗りすぎて外反母趾になってたりとかですね、そういった足の状態になってる方が結構多いんですね。そういった方っていうのは、要は本来はこっち側ですね、骨の上っていうのは要はかかと寄りなので、かかと側に体重が乗るのが正解ですので、膝の痛みとか変形性膝関節症悪化する方っていうのはもう前側になりすぎてしまってるんですね。要は親指側、小指側で言うと小指側に体重が乗っかりすぎてる。でさらに前後で言うと前側にかかってしまって、要はこのあたりですね、小指側の前の方に体重がかかってしまうような立ち方をしてしまうと、膝の症状っていうのは悪化しやすくなってしまうんですね。では逆に膝に負担をかけない立つ位置ってどこかというと、もうシンプルでさっきと真逆ですね。要は小指側のこの細い骨じゃなくて、内側ですね、内くるぶし側のこの太い骨ですね、こっちに体重をかけるんですね。で前後で見た時に親指の、要はつま先側ではなくてこのかかと側、特にこの内くるぶしの上がこの太い骨なので、要は内くるぶしの上ですね、だからほぼかかと寄りですね。今シンプルに内くるぶしの上で立つ立ち方ですね、ここが膝に負担をかけないような立つ位置になるんですね。なので以上を理解してもらった上で、間違った立ち方と正しい立ち方について詳しくお伝えの方をしていきます。はい、今から膝の痛みとか変形性膝関節症を悪化させてしまう間違った立ち方についてお伝えの方をしていきます。ではまずこの足の位置ですね、結構足のポジションがそもそも間違ってる方が多いです。それはどういうことかというと、この 指先の位置ですね、指先の位置が外にですね、
外に開きすぎてしまってたりとか、あとは内に入りすぎてしまってたりですね、こういったポジションの方っていうのはもうこのポジションの時点で膝に負担をかけすぎています。でそれはなぜかというと、膝の関節というのはそもそも曲げて伸ばしてをする動きしか作られてないんですね。それが特にこれ女性に多いんですね、若い女性とかに多いんですけども、内にこうねじりすぎちゃうと、このままですね、このまま立つと要は膝をこう内にねじるような動きが入っちゃうので、関節というのはそもそも内こうねじるような動きができてないから、こうやって立っている時点でも負担がかかってしまうんですね。さらにこのまま歩いてしまうと、前に行くときに膝っていうのは絶対内にこうやって行ってしまうので、要は曲げ伸ばしじゃなくて内にねじりながら曲げるっていう風になってしまうから、膝関節に負担がかけてしまうんですね。あとは男性に多いんですけども、こういったですね、ガリ股の状態ですね、こういったガリ股の状態にすると、次は外にぐーっと膝をねじってしまうので、先ほどのねじりっていう動きが入ってしまうから関節に負担をかけてしまう。でさらにこうやって前に出してしまうとですね、こっからこうやって歩くってことはしないんですよね。このまま前に出してしまうと、膝の位置がですね、指先よりも内に入ってしまうせいで、またですね、膝をねじるっていう動きが入ってしまうので、要はつま先側にやりすぎると、もしくは外に開きすぎるってことが入ると、本来の膝の曲げ伸ばしの動きだけじゃなくて、このねじるっていう動きが入ってしまうので、膝関節に負担をかけてしまう。その結果膝の痛みであったりとか、あと関節の変形の進行につながってしまいます。では次の間違った立ち方のポイントはどこかというと、小指側ですね。小指側に体重が乗りすぎているってことですね。先ほどもお伝えしたように、本来っていうのは内側ですね、内側に体重が乗るのが正解なんですけども、膝の痛みとか変形性膝関節症を進める方っていうのは、小指側に体重が乗りすぎている方っていうのが圧倒的に多いです。なので結構立った時にスッとですね、スッと立った時に小指側に体重が乗ってるなって感じる方であったりとか、あとは結構この辺を触ってですね、小指側が硬いなって感じる方っていうのは、もう体重を小指にかけてしまっている可能性っていうのが高いです。で最後はですね、体重の位置っていうのが前にかかりすぎてしまっている。特にですね、寝てくると骨盤の位置がぐーっと前に行って、膝がこのように曲がってしまってですね、膝が曲がってしまって、指先の方にぐっと体重がかかってしまう方が多いんですね。で結構こうなると、前もも触ると分かるんですけども、前ももがカチカチになっちゃってるんですね。でこの前ももが硬くなってしまうと、それが膝の痛みの悪化につながってしまうんですね。なので自分がこうまっすぐ立ったって思った位置で下を見てみてほしいんですね。下を見た時に足ですね、足が全く見えてない方っていうのは、実はここの位置ですね、ここの位置が前になってしまって、体重を前にかけすぎた間違った立ち方にしてしまっている方が多いです。本来っていうのはちゃんとですね、内くるぶしの上に骨盤が乗っかるのが正解なんですね。その位置にちゃんとできている方っていうのは、下を見た時に足ですね、足がしっかりと見えるんですね。その位置が正しい位置で立ててるんですけども、間違った方っていうのは体重を前にかけすぎてしまっているので、指先とか足ですね、足が全く見えないような立つポジションになっています。これが間違った立ち方になってしまっています。はい、では間違った立ち方を理解してもらった上で、次は正しい立ち方ですね。どういった立ち方をすれば膝の痛みとか関節の変形の進行を防ぐことができるのかっていうのを具体的にお伝えしていきます。ではまず足のポジションですね。先ほどお伝えしたように、外に開きすぎたりとか、あとは内にこうやって入りすぎているポジションっていうのは関節に負担をかけてしまいます。なので正しい位置っていうのは、指先がやや外を向く位置ですね。斜め45度よりもやや内に入る20度、イメージ言うと20度30度ぐらいですね。この位置っていうのが正しい足のポジションですね。なので自分の足をこうやって見てもらって、あ、外の時に外に開きすぎてるなって方は、やや内に入れてあげる、まっすぐよりはややつま先外の意識ですね。で内に入りすぎてるなって思う方っていうのは、やや外に開いてあげるんですね。このポジションで立つ意識っていうのをまず持つようにしてください。で次のポイントですけども、最初のお伝えしたように、この内側にあるですね、特にこう触るとすごく分かります。こう触ると内側に硬い骨を触れるんですね。これが最初にお伝えした太い体重をかけるべき骨ですね。ここの骨をたどると内くるぶしにたどり着くんですね。この内くるぶしの下の部分ですね、ここに体重をかけるのが、実は膝とかに負担をかけない正しい体重をかけるべき位置になります。
ただそこに体重かけるって結構意識的に難しかったりするので、結構意識しやすくするためのワンポイントアドバイスとして、この内くるぶしの下の部分ですね、ちょうどかかとの前あたりに当たると思うので、その位置ですね、その位置を何かですね、あの棒とかでもいいですし手でもいいです。そこをグリグリとですね、グリグリとマッサージして刺激してあげてほしいです。でこれはなぜかというと、人間って面白いもので、そこをグーッと刺激してあげるとそこに意識が行きやすくなるんですね。なので何もせず立つよりは、こうやって刺激をグーッと与えてあげてですね、そこから立つ方が実はこの正しい位置を意識しやすくなるんですね。しかも無意識で意識しやすくなりますので、できればですね、手でこうやってグリグリですね、あの押してあげてもいいですし、手がしんどい方っていうのは何か棒か何かを使ってそこを少し強めでいいので刺激してあげてほしいです。で左だけじゃなくて反対もですね、反対も内くるぶしのこの下の部分ですね、ここを刺激してあげて、ここにですね体重が乗るんやでってのをまずですね、刺激して教えてあげてほしいです。で刺激した後にまたですねスッと立ってみてほしいです。で結構やると分かるんですけども、内くるぶしの下あたりに体重が乗りやすくなるんですね。こう刺激すると結構そこに意識がいて、そこに体重を乗せようと無意識でしやすくなるんですね。ただですね、あまりにも前側、小指側に体重がかかっている方ですね、特に前側にこうやって行き過ぎている方っていうのは、骨盤がそもそも前に行き過ぎている方が多いので、ちょっとお腹をへこますぐらいの意識を持ってほしいです。お腹をへこますぐらいの意識で、やや足を内にねじるイメージですね。で、内くるぶしの上に体重を乗せてあげるですね。でこれ結構最初は難しく感じるかもしれないですけども、何回も繰り返しやってるうちにそこに体重を乗せやすくなってきますので、ぜひですね、そこにしっかり立つと、もう膝だけじゃなくて腰とかですね、腰とかにも負担かからなくなるので、この正しい立ち方っていうのを毎日ですね練習して覚えていってもらえるかなと思います。はい、ではぜひですね、この間違った立ち方っていうのを修正していただいて、全然正しい立ち方っていうのを覚えていただいて、それで日常生活の立ってる時に膝に負担をかけないような状態を作っていただいて、膝の痛みとか変形性膝関節症が進行しないような体っていうのをぜひ目指していただければなと思います。ではこの動画が参考になったって方はグッドボタン、あとチャンネル登録もお願いします。